ジェイキーチュ。今日もありがとう、嬉しい。キャロチュありがとう。ピカピカも。お久しぶりです。ヨマドリットさん。ノリさんありがとう。今日はね、沖前さんの娘、かわ、こんばんは。ウルフさんおにぎり。レオマ、レアルマドリットさん。お茶、ありがとう。ミルクもありがとうございます。やつにむち、ほんと？カノルリさん。ひーちゃん、ハート、ありがとう。今日は、めっちゃ妹と駄菓子を買ってきたんですよ。ひーちゃん、ありがとう。ひらりはとさん、ありがとう。パン、ありがとう。キャロチュー、ミルク。お茶、ありがとう。ひらりはと。あだちさん、おにぎり。カサカサさん、ありがとう。お茶。キャロチュー、ありがとう。小山内さん、ありがとう。カサカサカサさん、ミルク。おきちゃまいじゃん。さばらさん、ありがとう。今日はなんとね、駄菓子をたくさん買ってきちゃって、まずは私のお気に入り、じゃん、見てください、これめっちゃ好きなんですよ。これ好き。キャラジュレモスさん、ありがとう。ありがとう。きびだんご、そう、きびだんごなんか買ってみました。きびだんご、ありがとう。福太郎さん、そう、岡山の、そう、駄菓子屋さん行きたいです。かんさん、はるさん、ありがとう。これなんか買ってみました。食べたことない気がするんですけど、ちょっと中身気になるかな。キャンディーボックス買いました。なんかこれ好きです。あとは全部言うと、もぎもぎフルーツみたいな。アイドスター、え、嬉しい、てるいしゃん。くまるパパさん、パンありがとう、嬉しい。嬉しいね、本当に。ぶちかわいハート、アイリーさんありがとう、嬉しい。アイリーちゃん嬉しい。ハルさんありがとう。きびだんご、駅前さんの口。入学式終わりました。愛されます、ありがとう。これ買いました。 YQ さんがリア充に夢中になって、なんか最近ちょっとマイキューさんのこと好きすぎてやばいです。おめでとう、ありがとう。ハルさん、あたつさん、ありがとう。これと次はサワーペーパー、これは妹が好きで買いました。次はこれ好きなんですよ、昔から。これを買いました。ガブリチュー、これもサイダー、これもソーダ、そのまんまグミ、ガムで、これは飴玉、これもソイソーダ味、飴玉昔から好きです。あとはこれ、なんかコロキャンっていう初めて見たやつ買いました。初めて見た。チュー、くたるさんありがとう。これ、これもそうだ。何だ、これもそうだです。泡、泡みたいな、よくわかんないやつ、これ泡で。あとはブラックサンダー、あとはこのソーダの何なんだろう、これ、これよく見るやつ、これとか、これはクレーンゲームで撮りました。これとこれ、クレーンゲームで撮りました。これはこれも買いました、昔から大好きなんです。あとはかき氷グミ、あとなんかすごいなんかロングチュー、これはね妹が買いました。あとはうまい棒みたいな感じで買いました。今日はたくさん買っちゃった。でも今日お菓子だけで結構1000円ぐらい買った気もする。駄菓子屋さんで
まあ300円ぐらいしか買わなくて、で他のとこで600円か700円ぐらい買った気がする。これはもう一個寿司のやつ買いました。寿司のもあるあったんだけど、寿司のは食べました。お寿司のグミ。 あと梅です。梅、これは飽きちゃった。梅のシートです。ミューポンが食べてて美味しそうと思って買いました。梅の梅シート。以上今日買ったものでした。ソーダのラムネ、めっちゃソーダ。モンキさんありがとう。やばいっす、ほんとか。サッチーさんがマイケルさんリアチュー産んだんですかって聞いたら、モンキさんえ、そうなんですか。モンキさんがリアチューロングチュー全部そう1000ぐらいハート。でもこれ以外に食べたのもあるから、あとこれ以外に何なんだっけ、そのお寿司のグミとか、あとなんだっけ、なんか妹の回してるからそれもねある。明太子渋い。あおさあーさんありがとう。リアチュー出る STU ラブラボ。そう、え、そうなんですよ。駄菓子を選んでる時間が、最初に何食べたっけ、あ、泡ソーダみたいなやつ食べました。全部美味しそう。最近グミにハマってます。グミちゃん、うん、なんか梅もハマって、あと梅買いました。梅の干し梅買いました。干し梅買って、干し梅は食べましたその場で。遠足行かないんですね。ゆきさんありがとう。ゆきさんありがとう。ガスロボです。宮城さん嬉しい。今日せんべい買おうと思ったんだけど忘れてた。ありがとうパン。うまい棒は明太子派。一生リアも明太子にしました。ブルーパインでも、え、そうだよね。ウェイチさんありがとう。じゃあ駄菓子選んでる時間が本当に楽しかった。今日は駄菓子の旅をしました。妹と酸っぱい。駄菓子があった。サラマンダさんありがとう。たくさん見てた。いいな、ドライブいいね。バナナはおやつ、バナナおやつかな。もっくんありがとう。ヤングドーナツ、私も今日そのドーナツ買おうと思ったんですけど、さすがにドーナツはやめました。なんかこういう、なんかこういうなんか何キャンディーとかはなんか脂質が少なくてまだ食べれると思って買いました。ドーナツってなったら食べるの、あのちょっとあれでした。え、このきびだんごがめちゃくちゃ気になります。これ初めて多分食べます。めちゃくちゃ気になる。
めっちゃ初めて買います、このきびだんご。タイム見つけた。スイミルクさんありがとう。リアピオンタイチャズさん、宮妃さんありがとう。もう本当にめっちゃこれがもう一番気になるかも。でその次にキャンディーボックスが気になります。キャンディーボックスも食べたい。今日は本当にお菓子の食べようした。え、きびだんごがやっぱり、え、きなこ棒も買おうとしたんですけど、きなこ棒もうやめちゃった。ちょっといろいろね欲しいのがありすぎて迷っちゃったんですけど、あとクレーンゲームであのドキンちゃんとあのドキンちゃんとコキンちゃんのポーチを手に入れました。ゲームセンターにも行ったんです。ゲームセンターで妹とそのなんか何円まで設定決めていっぱい取れた人が勝ちみたいなやったんですよ。そしたら妹1個も釣れてなかった。そしてなんかこんなんが取れました。チビカツソースみたいな。私はね、私もまた取れなかった。なんかお友達が前ね学校で反対形になった時になんか最近の好きな食べ物何って言った時になんかなんだっけ、カルパスをチンすると10秒ぐらい肉汁が出て美味しいんだよみたいなことを聞いてめっちゃ気になってるけど勇気が出ない。やる勇気が、みんなやってみてね。カルパスをチンするんだって、なんか友達がそう教えてくれた。友達が教えてくれた。ね、カルパス脂っこいよね。あ、まだ溶けてえ、そうだからめっちゃ気になる。焼くと美味しいの？なんか友達がそう言ってた。で枝豆は枝豆に塩コショウ振って食べてるらしい。であのおつまみがその子好きで、おつまみにマヨネーズと醤油かけて食べるみたいな。めっちゃすごいなんか高カロリーな食べ物ばっか。やばい、この上のシートが美味しい。本当にハマっちゃった、ハマっちゃったよ。このグミも気になる。きびだんご、だんごが気になる。でもさすがにやめとこう。キャンディーボックスも気になるけどやめとこう。あわわソーダ美味しそう。そう、コウコさんと写真が撮れて私幸せでした。なんかめっちゃ緊張しちゃった。いつものことなんですけど、本当に緊張してしまうんです。あの時めちゃくちゃ緊張してしまった。カルパス一から全部食べて、え、カルパス私最近食べてないな。さっきのみんな、そうなんですよ、お友達ね結構そういう方、そういう方というかなんかめっちゃ大人な食べ物ばっかり好き。枝豆にカレー粉、意外、美味しそうだけどね。でもリプたくさん、確かに。シエタありがとう。緊張したな。
え、なんかめっちゃ本当にうわーってなっちゃった。りこさんありがとう。おしゃべり取れました。りこさんありがとう。うまい棒すぎゆうきさんありがとう。え、そうなんです。なんかショールームとかは全然喋れます。でも人を前にするともうこうなります。もう本当にもうそれが嫌すぎて、なんか慣れてる人だったら全然話せるんだけど、なんかめっちゃもう先輩方とかなんかできない。周平さん、平次さん、ありがとう。そう、いざ対面すると、うん。奥前さんにはねると思って。奥前さん。やばい。うん、でもやっぱり、なんか、めっちゃ緊張しちゃいます。うん、ヒロリンハートさんありがとう。リアチにメロメロ？そんなことないよ。2.5 期さん、でも、どうだろう。でも慣れた方ではあると思います。マイシャンです。マイシャン。私の大好きなマイシャン。どう緊張しないかな。え、そうなんですか。小山ちさんありがとう。女性が一番好きな女子はうまい棒。え、意外です。あ、でも好きです。サラダ味が好きです。クロちゃん、緊張しないかも。お決まりさんとお話たくさんさせていただきました。めちゃくちゃ優しくて、もう本当にもうなんて言うんですかね、もう素敵な方です。ナイシャン、福沢さん、はじめまして。いや、ぴょん。お決まりさん、そう、お決まりさんと、とても嬉しかったです。めちゃめちゃ可愛くて、本当に。うん。リア充語りたい。本当にもう、本当に好きすぎて。リア充緊張するのは全員です。先輩方に、もう全員緊張します。なる前に沖前さんとね、なんか本当に沖前公園に行きたくて、本当に行きたすぎて、行きたかったんですよ本当に。もう本当にもうずっと前から言ってて、1ヶ月前ぐらいから、ん、1ヶ月半ぐらい前からもうずっと言ってたんですよ、沖前公園に行きたいですって。もう行きたいですって言ってたんですけど、レッスンが入っちゃったんです。本当に悲しかった。本当に大好きなお決まりさんの公園に見に行けなくて、もう本当に悲しすぎてやばかったです。コッコさんが好きです。ディーサズパートさんありがとう。マイシャンって言ってる。サンヤさん優しいですよ。もう皆さん優しいですよ。昨日来るかと思った。そう、私本当に行くつもりだったんです。でもレッスンが入っちゃった。悲しかった。エメたちさんありがとう。え、じゃあ久しぶり、あ来てくれ。コンセントも行きたくて、でもレッスンが入ったらダメですみたいな感じです。ピーンって感じです。夜の行った
え、モアさんのドレスめっちゃ可愛かったです。もう本当にもう沖前さんの公演見に行きたかった。一生に一回しか見れないのに。でもレッスンが優先されちゃった。ラスト沖前さん行きたかった。で子供設定リアジで、ね、本当にもうそれもなんか悲しくて、もう本当に本当に悲しかった。なんか結構その今日とかもオフ一日中休みだったんですよ。だからなんか今日その沖前さんの公演が1ヶ月半前ぐらいから言ってるから、レッスンずらしてもらえるかなとか考えてたけどできなかった。なんかレッスンがスケジュールも入ったのも沖前公演に行きたくて、その申請した時にはレッスンまだ入ってなくて、本当にその沖前公演に行きたいですって申請して、何週間後にレッスンが入ってみたいな。ハートありがとうね。今日ですね、ね、マリスありがとう。ね、ひーちゃんともね。ねえ、いいの？デイサズバーってさ、羨ましい。ねえ、変装して行きたかった。本当に行きたかった。レッスンはさ、まあ大事なんですけど、別日にできなかったかなっていう、ちょっと悲しい。レッスンどうし、わかんない、わかんないから。結婚式行けてません。リエッジ絶対いると思った。話せる機会あったらたくさん好き。残念です、本当に悲しい。マルさんありがとう。え、見たことないです、マイキューさんのお姉ちゃん遅刻した。リアルに遅刻した。もうピエンすぎる。一生に一度しか見れないのに、本当に辛すぎ、辛すぎました。本当にもう悲しすぎて悲しすぎて。だからもう沖さんの公演最後、沖さんに会えるのが沖さんの卒コン卒業コンサートには行きたいんですけど、行けなかったらもうやばいです。本当にコンサート行きたいです。ドラフト3期生の、もう行けなかったらもう本当に会えない、いらっしゃい。寝坊しちゃったんです。沖さんに会いたいです。え、本当にあの会えないかもしれないぐらい、卒業コンサート卒業されるまで悲しすぎる。レッスンが入ったらもう絶望です。絶望すぎる。行けるといい、ね、本当に行きたすぎます。本当にに行きたいから、行きたいです、本当にお願いします。エビタチさんありがとう、本当にお願いします。本当に
多分最後です会えるの、奥さんと。お願いします、本当に。お願いします、本当に。本当に、もう本当にやばい、本当にやばいんです。きゃんちゃんありがとう、本当にやばい、本当にやばいよ、本当に行きたいです、本当に。最後で一回でいいからお願いしますって感じです。トムさん、ケンちゃんありがとう、ありがとうございます、本当にお願いします。本当にお願いします。本当にお願いします。そんなことない、中目黒さんありがとう、本当にお願いします。トモさんありがとう、お願いします、本当に最後ね、お願いです。デザイズハートさんありがとう、本当にお願いします。奥さんイエツ、奥さんすくヤヒーさんありがとう、トジキさんありがとう、本当に現実なんで言わないで、まだ可能性はあるかもしれないでしょう、可能性、まだ諦めない、諦めない心も大切だよ。ゴンチさんありがとう、ナオさんありがとう、本当に大好きなおきまえさんに、おきさんに会えるの最後かもしれないんだよ、大好きな人に会えるのが。しぐささんありがとう、初めての5人、しぐささんありがとう、最後かもしれないんだよ、もう会えないかもしれないんだよ、しぐささんありがとう、その日はレッスンが入ります、入ったらもう、あ、もう死やない、ピカピカありがとう、ナオさんありがとう、たくまさんありがとう、本当に最後だけ会いたいです。ナオさんピカピカ、あ、ナオさんハパン、何チェンジさんピカピカ、確かに夕方ね、確かに時間によるよね、レッスン受けてください、 M たつさんありがとう、ココさんに相談Jさんありがとう、悔い挨拶いいね、いやーどうしよう、本当にもうお願いだから行かせてください、本当に、本当に行かせてください、行かせてください、
自分は行く。いいね。スパ。かわいい。ありがとう。ディザイスハートさん。きびだんごあげたら願い事聞いてくれるなんて。でもマネージャーさんはスケジュール変更することはできないからね。多分多分スケジューラーのスケジュール管理の方がいると思う。もう本当に行けなかったら本当に YouTube 泣いちゃう。お母さんの公演だよ。おきちゃん、おきちゃんママの公演行きたいですね。今週イコラブ、イコラブ。そうなんかノイミーさんの広島公演も行きたくて、それは6月とかなんで、ん ?5 月とか6月、ん 6月かななんですけど、広島のそれも行きたくて本当にユナンタンと、もし行こうねって話をしてました。前の結構前から行こうねって結構前から行こうねってユナンタンと言ってた。行こうね、できたらいいんですけどね。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 やっぱりのいみーさんは全員大好きです。私は全員大好きです。全員可愛くて、特に好きなメンバーは、鈴木ひとみちゃんです。さややんも好きです。さややんとかなんなってんとかしおりんとかも好き。キラリンのダンスも好き。髪きれい、嬉しい。そうなんですよ、髪をあの何きれいにしに行きました。前リーリン中ですか。リエチューさんにだからトンダさんもさ結構さなんかショールーム見てたらさ結構いろんなとこにいるんですけど、若干そんなことないよ。うん、女性ファンいるよね。知ってます知ってます。サッシーさん結構あの現場にもいるよ女性ファン。もくんありがとう。 DD ではありません。そんなの嘘に決まってるでしょ、もっくん。バレバレだよ。まずね、DD ではありませんってコメントする時点で DD なんだよ。グループの時は知ってる。あ、やってましたよね。違う。野中警察発動してるよ。大工さんありがとう。ほぼ倒しですか、本当ですか。前ラップうたんさ、アイコンがね、あのリッセモオカさんになってて、え、教えちゃったのって思っちゃった。一番人気あるアイドルって言ったの。確かに確かに DD ではありません。ダメだよ、ほらコメントする時点でヒカルさんは DD です。
10になれば無限リンゴスターがもらえる続開し、いろんなルーム。あ、遠野さん、遠野さん悪い子、楽しい。私だけクジラちゃん、ちょっと怪しい。DD ではないです。嘘、もうやばいです。バレバレです、そんなの。 DD です、ホフマンさん。偉いです。誰でも好きなわけじゃない。好きでしょ、それは。あ、おくちゃん、たこさん、ありがとう。 DD ですか。DD ですね。たこありがとう。うちは DD ですか。まあ DD じゃないですっていうよりかはマシかな。ダメだよ、 DD じゃないですって言うの。みんな DD だからね。だってさ、その子ば、その子一筋っていうのも分かるんですけど、たまにはなんかその子のなんかツイッター見たりするでしょ。それもダメ。なぜ出演しないのですかって言われても、それは私には分かんないですね。私も出演したかったんですけど、え、今回あの加賀、あ、加賀、あの四国行けないんですよ私。山口と兵庫なんですよ。でもなんかね、何、チケット申し込みにくいよね。早くその何、前座、誰がで3期生の誰がどこに出るか言わなきゃ。買いにくいよね。3、4、3、4。みんないい、住人トイレをよくいいように使わないの。 DD ですか、かわねパパさん。いろんなルームで見ます。 DD は楽ですか。 Twitter もダメだよ、ダメだよ。他の女の子の写真を見ているってことでしょ。浮気だよ。浮気だよ。ハートありがとう。山口嬉しい。2回目かな、山口行くの。あ、3回目、里寄りツアーで行って、僕の太陽公園初日公園って行って、で次3回目。リア充のポスト一応させようで。嬉しい、ミヤヒーさん。海のブリンクル本当行きたい。当選してから嬉しい。 DD じゃなかった、ずっと DD。 一応したと思う。本当おしめも DD。 でもね、たまに見るんですよ、ファンの方を。したらね、違う子見てるんですよ。これが浮気。これが浮気です。わかりましたか皆さん。もう他の子を目で追ってる時点で浮気だよ。浮気ですね。おいもたんありがとう。かすみさまどは浮気です。かわいい、ありがとう。おいもたんありがとう。ゆうにゃんありがとう。いや本気だから。ゆうにゃん、やしたんありがとう。かわいいっちがいっぱい流れてくるんだもん。それは知らない。それは知らない。スキマロかわいい声からしようわ。言い訳だよ、言い訳はよくないよ。ハートありがとう。メールは大丈夫じゃないよ。他の子からそのなんか愛のメッセージをもらってるわけでしょ。それはアウトです。リーチもちょっとスーさん怪しい、それよくない。今日は可愛い、ハートアウトだよ。だって他の女の子から愛のメッセージをもらってるんだよ。おはようとかおやすみとか。
それは本当にアウトです。気合いです。ハートありがとう。嬉しい。ゆうにゃん、ちょっといい。やっぱリア充出身。他のメール取ってますよね。いいね。浮気、その子の顔が可愛いなって思っていいにしてるってことだよね。だからダメ、私はもうダメ、全部ダメ。ボブ、本当にみんなわかる？他の子のツイッターのいいねしてるってことは、その子の上げてる写真を見ていいなって思ってるからいいねをするんでしょ。だからダメ、アウトだよ。スルーしてるから。あ、怪しい。仲のいいメンバーのメールでたまにリアチューさん登場しますか？え、誰ですか？ダメじゃん、僕ダメじゃよ。めっちゃいいにしてる。ヒョロさんももうダメじゃん。ちょろちょろ、ヒョロちょろ、ヒョロさんはちょろい。リアチューのパフォー、嬉しい。厳しい。昇格はしたいです。それは OK と私は重めですね。ちょっとダメですかね。リポストもダメ、いいねもダメ、リツイートもダメ、コメントもダメ。私は私の沼に入ったらこれ以上私はもうね。わあ、アヨンさんやばい。リアチューしか怪しい。ヒョロさんちょろいから重めかも。踏み絵が押す、おもさんみたいになってる。推しと仲のいいメンバーの絵で撮るのはもはや気温。あれ、トーンさん、あれね、あれ、ちょっとそれはちょっと今度高一です。本当にみんな良くないよ。みんなからすっごい愛のあるメッセージをメール受け取ってニヤニヤしてるんでしょう。え、なんか歯が削れた音がした。まだ中3です。まだ高1になってないよ。ピカピカありがとう。甘いものじゃなくてさっき酸っぱいもの食べたの。梅シート食べてた。ニヤニヤしてるんでしょう。私の感想だよ。私の感想を述べただけだよ。マジで癖でマスク銀歯してないよ。うん、梅干し好きだけど甘いのなら。でももっくんアウトです。もう男女読んじゃおう。みんな浮気ばっかするから。デザイン、トーヌさん、プチプチ12、イコタン、プチプチ JT、福太郎さん、
10位大子さん、9位おかちゃん、8位みやひんさん、7位三本の絵のサポーターさん、6位しげちゃさん、5位なおさん、4位そんなこと長めぐろさん、3位キャロチュー、2位ゆうちさん、1位エムトさんです。ありがとうございます。ちょっとでもちょっと浮気うん、もう浮気ばっか、もう浮気ばっかも、浮気ばっかも浮気ばっかも